絵本の絵から絵画へ。絵本の絵を言葉に変えるとき、言葉にならない絵は永久に絵として表現されます。さらにその絵本の絵は、絵画に繋がっていきます。各地で原画展も開かれるようになります。原画展の絵は、それだけで絵画としての力を持っています。一方絵本の絵を言葉に変えるとき、言葉に置き換わる絵もあります。その絵本はどこへ流れるのでしょう。 その絵本の絵は、言葉から童話につながってきます。絵より言葉の持つ力の方が勝るからです。絵本から絵が移行する絵があるかと思いきや、童話へと移行していく絵本もあります。収まりのいい表現力の場を求めるようになります。